待て美月。終末獣、本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。騒ぎを起こしたくはない。一年のマナリ同点元気超無一角。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。美月ちゃん旅立ちの時間。いや、王子ちゃん、彼。もう大丈夫だ。場所を変えて話そう。